監督として良かったのはあれですけどね、あのスロベニアだっけ、あのサリの弟子の人とあれかな、ナーゲルスマンかな、やっぱり勝つために確率を極限まで上げてたなって思うようなことしてましたね。それバキアの方か、そうだ、ベニアはあれだ、442でちょっと町田っぽいサッカーする方だ。ああ、ラングニックも良かったっすね。負け方かな、まあ、残念というかラングニックにはどうしようもない負け方したからな。テラフエンタビルドアップつくんの苦手で、守備も細かいところの整備は苦手だけど、その苦手な部分ついてきたのがドイツだけで、そのドイツ戦乗り切ったから今んとこいい感じだなみたいな、かなり選手に恵まれてるなと思ってます。でも一番ナショナルチームの監督で戦術一番いいなと思った最近だとウズベキスタンですよね、アジアカップの時の U23。 いやー、やらかしたね、やらかしました。フランスはまとまってなかったとかじゃないですね、うん、圧倒的采配ミスだな。ゴール前でエンバペにとか後ろにスペース作る選手が必要なのに、バルコラ入れてエンバペがゴール前で孤立というか苦手な状況でプレーすることになって、エンバペ自体が苦手って言ってる状況に追い込んで、でなおかつ数的不利でも、そうエンバペが守備参加しなくてもポイントを抑えて、あのボール通されないようにしてたカンテとラビを下げて、でバルコラ分で守備しなくなってみたいな、だ守備しない人が2人になっちゃったって感じなんですよね、エンバペとバルコラで。でバルコラの限界なのを知ってるから、もうバルコラ使ったデシャンが悪いです。普通にもうコロムアニとジルー変えるだけで、カンテが疲れたところでグリズマン入れるとか、せめてチュアメニとグリズマン変えて 4-2-3-1 にするとか、そういうことでしたよ。いやほんとスペインのな、いやだからマジで俺が持ってないよなスペイン相手にするチームの采配がイタリアとかフランスとかそうなっちゃうっていう、それなんていうのが多いからさ、これでスペイン優勝して俺炎上したら俺が持ってないよ。普通にやってくれよっていうね。ドイツもな、普通にエムレちゃんじゃなくてアンドリヒ使ってくれよ最初からっていう。いや正直いいサッカーしてるチームが優勝してほしいから、今日で言うとフランスより全然スペインですか ら、 だから決勝もそうなったらいいなと思う。もうナーゲルスマンとかてか、もう今の決勝を揃った4人の監督の時点でもう選手の質にいかにデバフかけないかみたいな話になってくるから、しっかりデバフかけたな今日のデシャンは。いや同業とかそのメンタルの部分じゃないですよ、普通に内側から崩壊しただけで。フランスだって後半の立ち上がりめっちゃ良かったじゃん、カンテとラビオ変わるまでさ、あーフランスペースになってきたなーみたいな感じだったじゃん。いや監督力は関係あるんですよ、監督力は関係あるんだけど、そのなんていうのかな、結局その監督魔法使いじゃないから、足し算するっていうよりどう掛け算するかの話で、で掛け算でデシャンはマイナスかけちゃいましたよね。でスペインは余計なことしなかった、ちゃんと序列通り使ってってるっていう。だってコロムアニで普通にトップにフォワード、もうねベターなフォワード入れてるわけじゃん、ベターなというかフォワードのイメージの人で、それを左ウィングで自分で仕掛けてコンビネーションして中入っていくみたいな、まあ2トップの一角に使うか左ウィングかとかセカンドトップかみたいな、エンバペを真ん中にやってサッカーの形を変えたから、フランスの。そうだ、だからデシャンとかアンチロッティとかジダンとかこういうモチベーター系というか選手の気持ちをね、上げてみたいな監督が戦術的なところでガー出すとろくなことないって、そこに関してのこの見識みたいのでやってきた人じゃないから。だからエメリとかさ、ロベルト・マルティネスがカリスマぶったらきついじゃんみたいなのと一緒で、苦手なことをやっちゃったっていう。でもそのやっちゃってる瞬間のおもろさっていうかね、ジルーじゃないんかっていうのでね、いやこれバルコラ入れたらこの後ジル入れるときデンベレ下げると、あデンベレ下げたなやっぱりみたいな、これ右組んで上がることになるぞみたいな、い組んでしんどそうみたいな、組んで低い位置のときは誰が右組んだ、いないみたいなね。いや監督デバフあるよ。でフランスに関しては昔からやってるから、これだ、スペインベンチワークにしては関してもドイツ戦でサイドバックの大外やられてるけどずっと対応しなかったじゃん。そうだからまあどの基準でいいを見るかですけどね。僕見る基準守備に関してはアルテタとかうまいけど、アルテタとかね、ペップとか、その攻撃の修正でいうとね、とかもうそれでいうと、オシムさんとかね、基準、いい監督の基準、だそれでいうと、やることやれてないし、それで、やることやった上で、まあ負けたな、みたいな人は、ラングニックとナーゲルスマンだなと思ってますけどね。セットプレーの約束ごとを選手が守りきれなかったところでやられたな、みたいなところとか、トルコ戦のね。ナーゲルスマン信じる選手ちょっと間違えてたけど、まあ、そこから修正して、まあ、あれだけのことやって最後やらクロスの運動量のところはカバーできなかったなみたいな。ただ今日に関しては普通のことやれたデラフエンティと普通のことできなかったデシャンでそこの差がつきましたね。いやーもったいないな、バルコラのタイミングでな、ジルー見たかったな、そこで。いやドイツ右の山の世界戦見たかったけどな、でもまあそう言ってもな。
まあそこでね、エムレちゃん使うところがナーゲルスマンなわけだし、クーマンの、だからクーマン、デラフエンテ、サウスゲートだと誰でも不思議なんだけど、一番イメージ湧くのはサウスゲートだよね。デラフエンテ多分あの感じベンチプレスとかしっかり上げてるタイプのおじいちゃんだからな。掲げるっていうのは得意だよね、ここの二頭筋、三頭筋と、うん、大胸筋上部ね、これこう全体的にここのパンプがすごいから、デラフエンテはここの上げるやつ、こうショルダープレスずっとね、こういけるから、そういう点ではやっぱこの筋力的にデラフエンテの可能性ある。クーマは多分上がんないと思うんで、あんだけダルッダルだったら。トゥーダークはちょっと前4123インサイドハーフで、スロバキアはちょっと戦術的にも整ってそうだな、なんか。インサイドハーフどっちもフォワードも追い越していくんですね。ピックをでやりやらかしそうだな、ずっとバタバタしてるな、まあ、挙動がバタバタしてるのも相まって危なそうに見えるけど、ずっと怒ってるな。ウォーカーが何をそんな怒ってんのみたいな、いつもこんな感じじゃん俺らって。ピックフォードがずっとフラフラバタバタしながらガーガー言ってるんだよね。あーメインヌうまっ、ワンタッチの質な、股関節やらかみたいなね。いや今まで一番スロイングランド苦戦してるね。スロバキア切り替え感は強度高いね。トランジションの瞬間にね、簡単には逃げさせない感じと、マイナスのパスに対してね、しっかりこの波かける、波が押し寄せる感じでプレスかければね、やっぱ立ち位置的にな、プレスかけやすいところでやってるからな。通線場で低い位置のサイドバックに渡してまたもらいに行ってってやるからね、戻しのところでプレスはまりやすくなるんだよね。イングランド勝ち進んだ方がな、確かにみんなスターが見れるみたいな感じで見に来てくれるけどな、やってるサッカーの好感度が低すぎるよな。ね、するわけはいいね。イングランドね、ボール回しの質高いからな、プレスの精度高くても。ウォーカー裏取られたね。うわー、水際防いだ。ハスニーの裏抜きよかったしな。ストレッツのね、ポストプレー最高でしたね。ウォーカー裏ケアできてなかったしな。体の向きはね、足元の横パス狙おうとしたらね、予想以上にうまかった感じ。この後もウォーカー同じの続いたらね、まあでもな、対人は強いけどね、裏ケアとかクロス対応が得意な選手じゃないからね、ウォーカー。アンドリヒーね、制裁かきまくってんな。そしてラームとミッテルシュタットかな。ギュンドガンも変えるんだ。グロスかな、グロスで会ってほしいと思ってグロスかなって言ってるけど、プラン B の繋がない方かもしんないね、ヒルクルクだから。ヒルクルクルクル来たね。あ、クロス入ってくるよと。高いの入った。うわー、これ弾き返し続けるのきついだろうな。どっちもそこまでロック上手い感じでもないもんな。ナチョ結構外すしな、間取り見てると。すごいプラン B、 もうプラン B よ、これは木崎プランよ。あ、もうすごいプラン B だ。めちゃくちゃクロス入れる。ね、ナーゲルスマンルーレットみたいな。トゥルルルルって。木崎プランおもろいっすね。木崎さんのプランじゃないんで、木崎さんが言ってたやつ、これ。いいよね。あと30分あるから。いや、もうこれがいいんだよ。だってこれだったらアンドリヒのさ、ね、守備は良くなってるからね。で、弾き返されたらアンドリヒ拾ってミドルシュートだから。これがいいんですよ。これやれって言ってやらせるようにできてるナーゲルスマンすごいけどね。うおわー、今めっちゃユニフォーム引っ張られたけど、いや、ここ決めきれないかー。まあ、ヒュルクルクだからなー。荷が重かったかー。めちゃくちゃ良かったけどね。これがなー、ホセルだと決めてんだよね。そういうのあるよなー、やっぱり。守った側がレアルマドリーだったからなー。打った側がレアルマドリーだとこういうの決めるよな。私、レオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアーボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか？多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアーボから J リーガー輩出を目指す僕らとしては、ステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募、お待ちしております。君の